今こそ食べよう北海道。北海道では道内の生産者飲食店の方々を道民みんなで応援する今こそ食べよう北海道キャンペーンを実施しています。上川ではコロナに負けない生産者の方々をご紹介します。田村さん、幌加内ではそば粉でガレットを作るんですね。はい、町民の間では昔から食べていたんですけども、ホットケーキのように身近な存在になるようにそば粉のガレット専用の粉を引き始めました。最近はガレットを使ったキャンプ場でのイベントや石臼挽き体験ツアーのお手伝いもしています。そばのガレットをきっかけに幌加内に来た人がもっとこの町を好きになってほしいなと思っています。中山さん、高砂酒造さんでは若者の活躍が広がっているそうですね。蔵の若手社員が中心になって商品の企画や製造販売などを行う若造蔵チャレンジというプロジェクトを今、指導しています。若い世代の人たちに日本酒の魅力を伝えたいと思っていて、毎年違う酒質や味わいの日本酒を販売しています。今年から若造初のレギュラー商品として若造ブラックという商品が発売されましたので、皆さんよろしければ飲んでみてください。振興局でも上川の食を応援しています。若手職員が上川の美味しいお米と食材を使ってお弁当を作りました。ご覧ください。みんなで道産食品を選び、ハッシュタグ今こそ食べよう北海道をつけて、ぜひ SNS で投稿してください。みんなで食べて北海道を元気にしていきましょう。今こそ食べよう北海道。